絹川明奈です。はじめはああなったらこうならないっていう三國さんの作品のオーディションを受けたところから始まりまして、その後桜の園、あとオフンギブロールの活動のフラワーの方に参加させていただきました。個人的にチャレンジしたいなって思うことは、今まで数少ないですけれど作品に関わらせていただいて必死すぎた部分が多いので、自分らしいというか私のダンスだな、私の雰囲気だなって思え、見てるお客様が思ってもらえる部分を出せるように、今からまた探りながら挑戦していきたいなって思っています。不器用なくらいにまっすぐなところと、あと性格で言うなら明るいところ、つながってくればいいなとは思います。はじめまして、小山恵美です。一番初めはワークショップからなんですけれども、作品はああなったらこうならないと桜の園から参加しています。今回は12回公演ということで、今まで見に来れなかった方たち、一人でも多くの人に見に来てもらおうと思ってます。今回は自分の嫌な部分を出してみようと思います。なんか自分のコンプレックスとか、自分の嫌な面を出そうかなというふうに思ってるんですけど、ちょっと成功するかも。